ごめん、手当てまでしてもらっちゃってありがとう。クリスタ、助かったよ。うん、気にしないで。二人ともこれからはちゃんと気をつけてね。女神様、まぶしい。あれ、あなたはどうしたの？うん、さっきの訓練で怪我しちゃったみたいで。しかしクリスタは俺たちのことをいつもよく見てるよな。すげえと思うよ。私あんまり戦闘は得意じゃないけど、こういうところならみんなの役に立てるかなって。うん、私もそう思う。みんなで助け合えたらそれが一番だよね。でも今の私には大したことなんてできないし、もっと専門的な処置が学べればいいんだけど。なら中東兵団の診療所に行ってみるのはどう？人手が足りなくて手伝いを募ってるって聞いたよ。中東兵団の診療所か。そういえば行ったことなかったな。その話長官に詳しく聞いてみるよ。本当？嬉しいな。ああ、いけない。私はそろそろ戻らなきゃ。アルミンとジャンはもう無茶しちゃダメだからね。クリスタ、その荷物やっぱりこっちに持ってきてくれ。はい、すぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね。すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。ありがとう、助かるよ。じゃあ次はこっちを手伝ってくれ。さて、これで君たちにお願いしたい仕事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。おっと、こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。あの人たちは？ここは兵団の診療所ですよね。奥で寝てる兵士がいただろう。彼の家族だよ。原則ここには兵団関係者しか収容しないんだけど、彼はもう長くないかもしれないんだ。巨人との戦いで負った怪我が元で悪い病気にかかってね。今の状況じゃそれを治す方法は。あの、お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむから。待って。あ、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。お
はよう。少し眠くて。でも大丈夫、心配しないで。よう、おはようさん。ん？クリスタ、お前どうした？疲れてんのか？ちょっとね。昨日の夜、座学の課題が終わらなくて眠れなかったの。なあ、お前まさか昨晩も町に出てたんじゃねえのか？行き先はどうせ駐屯兵団の診療所ってとこだろ。知ってたんなら止めろよな。分かってただろ、クリスタの性分くらい。クリスタ、お前またいい人やろうとしてるだろ。少しは自分の身を顧みたらどうだ。まあいいや、次の座学でお前が寝てても起こしてやらねえからな。いい人か。ユミルの言ってることが正しいって私も分かってる。でもあの子の悲しそうな顔を見たらどうしても放っておけなくって。かといって確かに私一人じゃ診療所に毎日通うのは無理だし、どうしたら。え、手伝ってくれるの？それじゃあお願いしてもいいかな。でも本当に無理しない程度でいいからね。あの子のお父さんの容体が悪化したって本当ですか？ああ、今日の夕方頃急にね。このままじゃあと数日も持たないだろう。ここ最近は良くなってきていたのに、何か助ける方法は。彼の病への特効薬がないわけじゃないけど無理なんだ。前にも言ったかもしれないが、現状ではどうしようもない。特効薬の材料は壁外でしか取れない貴重な薬草だ。悔しいけど諦めるしかないんだよ。そんな、じゃあ壁外でしか取れない薬草なんて。でもそれさえ用意すればあの子のお父さんは助かるってこと？私探してくる。それしかないよ。でもどうやって外に出たら。え、次の壁外任務の時に薬草を探す。いくらなんでもそれは危険だよ。そんな、相談したってどうにもならないよ。そうだよね。私任務に行く前に上官に相談してみる。一緒に来てくれるの？ありがとう、心強いよ。意地でも上官を説得して絶対に薬草を持ち帰ろう。
たのおかげだよ。いろいろ助けてくれてありがとう。そういえば彼らが君たちにお礼を伝えたいって言ってたよ。会いに行ってあげなさい。はい。すまなかったな。君たちがいなかったら私は今頃どうなっていたことか。ありがとうございました、兵士さん。夫を救ってくださって。それに、お姉ちゃんたちがよく遊びに来てくれたから私もお母さんもすごく励まされた。二人とも本当にありがとう。これで一安心だね。今までいろいろ迷惑かけちゃってごめん。ありがとう。それじゃあそろそろ弊社に戻ろうか。今日はゆっくり休もう。お、ここにいたんだね。さっきまで診療所の駐屯兵さんが来てたんだよ。あの子のお父さんもうすっかり元気になったんだって。ついこの間退院したみたいだよ。まあそうだけど、上官や薬草探しを手伝ってくれた人のおかげでもあるから。あの子もお父さんが良くなってからはニコニコ笑うようになってすごく安心したよ。お、そうだ、私診療所であの子と話しているうちに思ったことがあるんだけど、聞いてくれる？あのね、これからも巨人との戦いは続いていくだろうし、きっと犠牲になる人も増えると思うの。たまたまあの子のお父さんは助けられたけど、いつもそううまくいくわけじゃない。だから私は家族を失った子供たちを何とかして助けてあげたいなって思ったんだ。それが私の夢。きっとそれが私のすべきことなんだって思う。まだ具体的なことは考えてないんだけどね。もしこの夢が叶ったらあなたも協力してくれる？ありがとう。あなたがいてくれたらやれる気がするよ。私頑張るね。